本日はお休みの中ですね、お越しいただきましてどうもありがとうございます。障害部の岡澤と申します。本日は、この説明会20分ということで、学校の紹介をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本校ですね、まずどんな学校かということで、おそらく、皆さんのイメージとしてですね、カトリックの男子校である、教育の根本にキリスト教があります。それから国際的な視野が育まれる、このような印象であるとか、あるいは、進学校ですね、学習習慣を特に中1中2でしっかりと身につけ、そして、生徒の進路希望を、最大限サポートする、このようなイメージを一つお持ちかなと思います。これ以外にですね、本校で一つ、大事にしていることとしては、知性と人間性の、2本の柱を作ると、こういったことも、考えて指導をしております。今からですね、これまず初めのこの写真になりますが、これは職員室の前で、生徒の、質問にですね、答えている教員と、その教員と生徒、こういう写真とですね、それから、もう一つ、こちら物理実験室において物理部の、先輩後輩が、教え合い学び合いしている、こういった写真今紹介しました。これはどういうことかと申しますと、聖光堂の6年間で育むものとして主に2つのことが挙げられると思います。まず1つは濃密な人間関係、男子校ならではの人間関係が築かれていきます。その中においてよく求められますコミュニケーション能力ですね、そういったところ、人と共に生きる力、これを養っていこう、こういったことは、他にまた、紹介いたしますが、各種の合宿行事、あるいは、生徒の学び合い、先ほどありました、物理部の学び合いは世代を超えてになりますが、こういった学び合い、この中で人ともに生きる力を養っていこうと。それから、繊細かつ骨太な学習指導ということで、本校学校の校訓としては世の光であれという校訓をしております。これは、先々を照らす光になる、あるいは希望を照らす、希望を与える光になる、あるいは信頼安心感を与える光になる、さまざまな光を持つ人間に育っててほしい、社会に貢献してほしいと、そういう教育目標を掲げて指導しております。その育ちのサポートを我々はしていこうということです。その中で、もちろん、勉強をしっかり頑張ってもらいますが、普段の座学の授業、を含めまして小テスト、補習授業、それから勉強合宿ですね、これは中2から高3になりますが、こういったところでも指導しています。教員に一つ合言葉がありまして、アシステンツァと、これはパンフレットにも記載されてますので、ね、またご覧ください。アシステンツァというのはイタリア語で共生、共にいるということを意味しております。これはですね、教員が共にそばにいて、アシストってサッカーの、ね、言葉でもありますけれども、そばにいて、支えていく、一緒に行こうじゃないかという形で、サポートしていく、そういうふうな、ことを目標にして取り組んでおります。まず、ですね、まず本校の場所になりますが、大阪メトロ、谷町線、四天王島夕日が丘駅から、徒歩2分ということで、立地条件は良いかなと思います。学校の、工事をご案内いたしますと、朝はですね、神父様の、放送に始まりまして、基本的に月曜日から金曜日までは、火曜日を除いて6時間授業、50分の授業が6回あります。で、火曜日に関しては、7時間目があるという状況です。土曜日については4時間という形で、1週間が進んでまいります。その後に、クラブ活動がですね、週に3回ございます。学校の、中ですね、教育の中を紹介していきますと、担任は基本的に6年間持ち上がりという形になります。ですので、濃い人間関係ですね、理解信頼に基づく人間関係が築かれていきます。我々の、母体、経営母体はサレジオ修道会という、修道会なんですが、その中にサレジアンファミリーという言葉がございます。これは、生徒、保護者、それから教員ですね、は血はつながってはいないんだけれども、6年間力を合わせて協力して成長していこうじゃないですかというふうな、ファミリーとして、6年間、一緒に上がっていきます。毎年クラス替えは行いますし、高校2年生から
文系理系に分かれます。主に本校は理系が多いというのが例年ですけれども、だいたい約7割の方が理系に進学され、理系を選んでおられます。クラス編成は自然学級でして、習熟度別ではございません。ですのでどのクラスにいても上位のものから下位のものがね、まんべんなくいらっしゃると、そういうふうなクラス構成にしております。そして、小テスト補習等をですね、随時行いながら定着度の確認ということをしながら、定期考査に臨むという形を、繰り返し行っていきます。低学年から小テストを実施、およそ目安としては英数国で週3回と、いうことです。長期休暇中には、必ず1週間の補習があります。中学生の間特に、例えば英語が不審だとか数学が不審だとか、いう状況があれば指名者補習という形で、本人は嫌がるかもしれませんけれども、先に土台をしっかり固めていただこうということで、指名者補習、それから希望者補習を合わせて行っております。それから高校が上がっていきますと、高2高3は主に希望者補習が中心という形で、補習も形が変わっていきますよというふうにお考えください。さて、夏休みというと、かなり長い、ね、時間に日にちになりますが、本校例えば中1、中2、中3という中でどんなふうに子どもたちが過ごしているかといいますと、まず、登山合宿というのが3年間、毎年ございます。中1は、飯綱山、中2は日内山、中3は立山という形ですね。で、それ以外にですね、こんな形で実は学校補習を行っているんです。ですので、学校に、関わる期間が多いです。もちろんクラブ活動にも入っておられる方も多いですので、夏休みだといっても学校によく来られたり、あるいは学校行事に参加されるという機会を持っております。また右下ですね、この緑の黒姫山荘勉強合宿、この辺に関しては合宿のところで合わせてご紹介いたします。はい。数学教育に関してということで、まず英数に関してということで申し上げますと、数学は週6時間、アルファベータという2種類に分かれまして、中高1回用のテキストを用いています。これによって中学から高校数学を意識した内容を扱うということができます。中2で中学校の学習内容を終了しまして、中3から高校の課程に入ります。ですので、学年最後の方ですね、高3、文系の方は高2からになりますが、入試問題演習という形で演習を、どんどん、していくという形になります。早めに、中学の学習内容を終了することによって、理科の学習にもプラスに働いていきます。また、数学オリンピックと外部大会、いわゆるコンテストというのがいろいろと開催されているんですが、そういったところにもですね、どんどん参加していただく中で、教科書問題集にない、知的な刺激、こういったものを得てもらおうと思っております。続いて英語教育に関してですけれども、中学校は EA、EB、EC の3種類がございまして、週に7時間、授業しています。中高一貫用のテキストを用いまして、英文法学習の重視、ネイティブの教員が、おりますので、英会話あるいは学年が上がってまいりますと添削ですね、英作文添削、そういった指導も行っております。そして英検受験の取り組みということで、新入試制度の対応というのもありますが、どん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 英検を受けていきなさいよと言っています。本校は準会場に、なっておりますので、年に3回ですね、受験が学校でできます。中2で3級、高1で準2級の全員取得を目指しておりまして、これはほとんど達成されております。オーストラリアということで下、一番下になりますが、研修ということで、海外ですね、オーストラリア語学研修というのを毎年3月にアデレードにて行っています。現地の生徒とともに学校生活を、する中で国際理解を深めるということですね、こういったものも行っています。で、次ですね、この写真になりますが、これオーストラリア語学研修の写真になります。ちょうど今ですね、本校のホームページ拝見し、ご覧いただきましたら、ちょうど、研修の、日記ですね、そういうのが、アップされておりますので、よかったら、ご覧ください。中3と高1で、希望者20名ずつですので、1学年につき約40名弱の方が、この語学研修に参加されます。
それからこちらの写真はですね、英語暗唱大会ということで、これは長年やっておりますが、中2から高1まで各クラス、2名の代表者を選出しまして、暗唱大会をしております。まあ、こういった取り組みは、前々から、しております。そしてこちら、昨年から、始めましたボストン研修プログラムということで、学術研修と申し上げたらよろしいんでしょうか。マサチューセッツ工科大学やハーバード大学に訪れる、これは高2で行っている研修なんですが、英語でプレゼンテーションをしたりとか、あるいはディスカッションをする、そういった研修になっております。こういったことも、随時取り入れながら英語教育というのを行っております。続きまして学びの場ということでですね、これ先ほども写真ありましたが、職員室の前にこういった、ね、フリースペースが設けられています。これは本校にいくつかフリースペースがあるんですけれども、そういったところで、子どもたち生徒たちが勉強したりとか、あるいは職員室までよくあるのはこういうふうに、まあ、これ、左はですね、英語の教員ですけれども、質問受けをする場という形で、放課後に自由に質問受けできますよ、そういった環境を整えております。こちら、左上は進路コーナーですね。後ろに赤本と並んでおりますが、こちらも、開放しておりますので、主に高3生が、自学自習、それから過去問を解いたりと、そういった、勉強に使っております。右下、ホワイトボードの写真がございますが、こちらは高3の教室の近くにいくつかホワイトボードを設置しています。これは子どもたちに自由に使ってもらったり、あるいは我々掲示、連絡等もしているんですが、こうやって自分たちで問題について話し合い、学び合いですね、こんなどうやって解くんだろうとか、そういった話し合い、そういうふうな場っていうのを設けているんです。ですので学ぶというのはもちろん教員と生徒という学びもあると思いますし、先ほど紹介しました先輩と後輩の学び合い、あるいは同級生の学び合い、そういったいろいろな学びの場を提供する中で、力をつけていってほしいと思っております。こちら筑波サイエンスアートございますが、本校ですね、将来何になるか、どんな道を目指すか、どんな大学に行くかっていうことの視野を広げるためにいろいろと企画しているものがございまして、それをご紹介いたします。例えばこちらは筑波のサイエンスツアーになります。これは JAXA の方と、それからロボットスーツの会社ですね、を見学しております。あるいはこちらスーパーカミオカンデ、こちらにツアーに行くこともあります。こういったことを毎年行っています。そして、左にありますが、兄弟成功特別ツアーということで、これは同窓会が主催しているんですけれども、毎年高1の生徒たちがですね、兄弟に、伺いまして、OB で兄弟の教員をしているものがおりますので、講演会をしてもらって、その後、全学部の、成功の OB ですね、兄弟生に学部紹介してもらう、で案内をしてもらう、そういった中で大学で何を学んでいくか、そういうことを考えるきっかけを作っております。他には星ゼミ土曜講座ということで、これ毎週しておりますが、半年3講座、1年で6講座やっております。これも基本的に成功の OB を中心に講演ですね、こんな仕事してるよっていうような紹介をする、その中で考えてほしい。これは現在やっておりますのが公共政策系、左上、それから医療系、ビジネス系ということで、写真は弁護士の OB、 それから医師の OB、 それからメーカー等で勤務する OB、 こういった形で1時間のお話をしてもらっています。はい、続きましてクラブ活動に関してですけれども、こちら、クラブ活動も奨励しています。中学で体育系文化系で 99%、高校で 75%という形で、どんどん皆さんクラブやっていただいています。クラブは体育系が11、文化系が21ということで32ございます。柔道部はインターハイ、ね、3位という生徒も出たことがありますし、それからクイズ研究会、これは、テレビ番組ですね、Q様というので、高校生学力王ということで優勝した、そういう生徒もおりました。これはホッケー部がインターハイ決めた時の写真になります。こうやってクラブも一生懸命頑張ってねというのも、我々応援しています。はい、こちらこのようにいくつか珍しいのに弓道部とかもございますが、こういった体験が成長につながると考えております。そしてオリンピック等ですね、コンテスト系ですね、科学のオリンピックですとか、あるいは物理オリンピック、こういったところでもメダルをいただいております。
このように、まあ、物理に関しては物理チャレンジ、物理オリンピックというところで、賞をいただいております。そして続きまして合宿行事の紹介ということになります。香港には4種類の合宿が存在します。上から参りますと、中一対象1学期になりますが、共同生活のイロハを学ぶ研修館合宿、それから中1、中2で山荘合宿、スキー教室ですね、野外活動、リクリエーションを行います。中1から高1対象のみなべ合宿というみなべの特別授業、普段の授業に加えて体験授業をしています。高1は家庭科実習ですね。勉強合宿、これは長期休みに行っておりますが、学力向上を目的として、中2から高3の指名者希望者を対象にしております。こういった合宿全部で、約50泊全域のがあります。希望を含めると約90泊の合宿がございます。黒姫はこれは長野県にある山荘なんですが、スケッチをしたりとかですね、これは、中1で山2000メートル山登ります。そしてスキーですね、はい、中2でだいたい皆さんパラレルまで滑れるようになります。そして中2で日内山、これが2500、ステップアップしまして中3は3000の立山を縦走するということまでしております。そうしまして次、みなべ、こちらは、海のそばにございます和歌山県ですね。こちらの方は例えば、体験学習して、これ今プランクトンネット、を投げているところなんですけども、プランクトンを採取してすぐに教室で顕微鏡で観察する、こういったことができるんです。千里の浜という浜がそばにありますが、そこでウミガメの産卵を観察する、こういったこともさせていただいたりもしました。そして勉強合宿ですね、長期休みにおける希望、の勉強合宿なんですが、こちらの方は OB が約5名程度手伝いに来てくれるんです。現役の、大学生ですね。ですので自習時間に質問受けをしてくれたりとかですね、あるいは夜の集いということで夜の集会でいろいろと、後輩に話をしてもらう、こういう形で先輩後輩のつながりというのは、合宿通しても濃く現れているのではないかと思います。本校が目指すものとして、進学校を超えてということで人としての、根幹になる幹を育てていこうと、そして、濃密な人間関係の中で人と共に生きる力を養う、合宿が多い、ところもありますので、寝食を共にする中で生徒同士の、絆、それから教員との絆を強く深めていきながら6年間進んでいこうと、そういうことを目指しております。はい、ドン・ボスコの言葉に、最後になりますが、愛なくして信頼なく、信頼なくして教育はないと、こういう言葉があります。こういった合宿等ですね、いろいろ学びの場を作りながら本校は6年間、共に、成長していく、そういった学校でございます。以上をもちまして、説明会の方を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。